前回のあらすじ、レイダメテスの主ラズバーンを倒した小道一行、グレン城に戻ると手のひらを返したように優しい塩童話、ちょっとイライラするけどまあ許してやるか、それよりもエルジの成長が嬉しい、そしてこれによって未来が変わる、それが一番嬉しい。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。です。兄貴です。です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、500年後のグレン城にはもう用がありませんので、うん。現世に戻って、はいはい。ハジャブネ氏がね、受け継がれているかどうか、うん。ちょっと確認しに行きましょう。おーい。元の時代に戻る。うん。あ、こいつ、透明じゃん、体が。あ、ほんとだ。こいつはどういう立場の人間だよって言おうとしたけど、うん、人間じゃねえな、これ。人間じゃないんだね。なんか、あの世のものなのかな。なんでしょうね。時のなんちゃらかんちゃらとか書いてました。これ、そのうちあれじゃない、姿見せるんじゃないの、脱いで。あー、なんだろう。タイムパトロールみたいなもんじゃないですか、ドラえもんっていう。あーめっちゃ怖いやつだよ。いや、仲間ですよね。仲間、あ、そうだっけ、あれ、あ、そうだっけ、まあ、まあ、宇宙警察みたいな。そうそうそう、うん、宇宙警察。宇宙警察はギャバンやろ。うん、あ、ほんでこう重なるんだ、ここで。あ、ホーローが隣にいるじゃん。うぶ、こっち。あ、そういう感じ。ゲホゲーホゲホゲーホ、あれ、こいつなんかグレン城で待っとるでーみたいなこと言なかったっけ。あ、本当やね。何旅行してるより、思ってるより早く来たんだよ。いやー、しっけしっけ、私したことが取り乱したわ。そのジョイフルかつハートフルな顔、過去ではうまくやったんじゃの。どれ、私に話を聞かせてくれんか。うん、そうか。ひどい厄災の混乱の中、エルジというハジャブネ使いの少年が術の継承に苦戦していたというのじゃな。そこで術の継承を手助けし、ハジャブネを現代まで途絶えさせないようその少年と約束してきたというわけか。ほほほほ、ついでに厄災の源を海に落としてきたというのか。お主はあっぱれな男じゃの。よし、とにかくこれでハジャブネの術が復活しているかもしれん。早速ハジャブネ使いの末裔を訪ね、お主との約束通り術が継承されたか目の前で確かめてくるがよい。うん、よもや忘れておるまいな。ハジャブネ使いの末裔はグレンジ、あ、知ってるよ、フルッカね。オッケーオッケー。うん、まもなくグレンジョー、グレンジョー。うん、絶対言うやろ、これ交差するときって。あ、言わんかった。グレンジ堂に到着。え、あの春菜みたいな子でしょ。そうですね、はい。まずだって顔を変えたいでしょ。ああ、そうやね。うん、教会かな。うん、そうやね、顔を変えたいね、何よりも先に。そう、1秒でも早く、やっぱ。こんなの俺じゃねえっていう。コミチンはひとしおやろうね、それ。色白にしてもらったもん、余計なんか女装したみたいな感じになってますからね。セクシーダイナマイトやもんね。よいしょー、おいー、来た来た。おー、これ装備はどうなっとるんだろう。装備は外れておらぬ。オッケー。あ、来た来た。アンギーズ何も変わっとらんもん。あ、オッケーオッケー、うん、大丈夫大丈夫。あ、種族間で装備できるできんとこあるんか。え、ないと思いますよ。何も、そう。あ、そうなの。うん、昔はなんかステータスとかもいろいろ違ったらしいですけど。なるほどなるほど。うん。あ、これだわ、やっぱりしっくりくる。やっぱなんか足をせよに見えるな、なんか。一緒だよ、でも絶対。早かったもんな、一歩一歩、人間の小道にはもうちょっと足早かったよな。
一歩一歩が多分大きいんだわ。ずしずしモーションがゆっくりだもんね。そうなんですよ。お、ちっちゃい子になってる、うん、何この子。お兄ちゃん誰、ここは古川おばちゃんのお家よ。はっく、見た目一緒だ。見た目が全然違うけど古川おばちゃんにまた魔法をおさんや帽子を斜めにかぶっとる。あら、うん、ピーピーおご機嫌よ来てたのね。それからあなたは、あなたはまさか、うん、失礼ですがあなたはコミチンという名前の方ではありませんか。ああ、やはりついにハジャブネ氏の悲願が果たされる時が来たのですね。え、あ、それじゃあこのお兄ちゃんがあのエルジュ様と一緒に、あれっておとぎ話じゃなかったの。おとぎ話のように聞かせていただけどね、あれは本当にあった話。この方こそ私たちが待ち望んでいた人よ。さあ、私はコミチン様と大切なお話があるわ。お勉強はまた、またにしましょうね。めっちゃ性格変わっとるやこいつ。ねえ、本当やね。確かに全然違う。あの子は私のメイ、フィーフィー。賢く礼儀正しい彼女を私の継承者にと考えておりますの。あの子驚いたでしょうね。寝る前に聞かせていたおとぎ話の主人公が突然目の前に現れたんですもの。うん、そう、我らハジャブネ氏の一族はあなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中でその到着をお待ちしていたのです。このように大いなる闇が生まれし時、コミチンという名の旅人がハジャブネの術を求め我ら一族の目の前に現れる。その時が来るまで絶対にハジャブネの術を絶やしてはいけない。父祖エルジュより500年ハジャブネ氏は代々その言いつけを守ってまいりました。そして今から数ヶ月前、東の海より大いなる闇、冥王の心臓が誕生する様をこの目で見たとき、確信したのです。コミチン様を冥王の元まで運ぶハジャブネ氏に私が選ばれたのだと。私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂に向かい、コミチン様の到着を待っております。激しい戦いが予想されます。くれぐれも準備は念入りに。それでは。ええ、面構えになりましたね。ねやけどなんかエルジュの血を全然感じねえ。いや僕にはエルジュの顔がちょっと透けて見えましたよ。ほんとかよ。ふふふ、コミチンよ、よくぞやってくれたの。お主の働きでハジャブネの術は無事継承され、あの物草だった古くかも見違えるような魔人間になったわい。さて、ついにこの時が来たようじゃ。わしからはもう何も言うまい。お主がネルゲルを打ち滅ぼすことをただただ祈るのみじゃ。さあ、行くがよい。ランドン山脈の山頂で古くかがお主を待っておる。頼んだぞ、コミチン。わしはお主の力を信じておるからな。ってことはもうこっからはもう放浪は何もせんってことやな。結局何もせんやつよ、こいつ。こいつだって、道も作らんかったし。まあ、作ったけど、壊されたって、うん、壊れた、うん、そう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 そんなつもりじゃなかったでしょ。何やこいつ、弁当食っとっただけや、はい、そうか基本弁当食っとっただけやな。そうですね、うん、あ、すげえ、今度は山頂ちょうどここまで。おー、あ、マジ、うん、ルーラの感じがだいぶ、うん、うん、近くなりましたね。親切やね。え、もうこれラストバトルぐらい近いんかな。じゃあ冥王の心臓にはこれでやっといけそうですね。なるほど、あれがラストダンジョンなのかな。じゃあ、うーん、ぽいよね。どこよ、振るか。あ、いた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 、ね、いた、はい、あ、ほんとや、ほんとや、奥にいましたね。手前で待たんかい。お待ちしておりました、コミチン様。ついネルゲルの居城、冥王の心臓に乗り込む時が来ましたわ。はじゃぶねの、あー、オッケー。おい、もう帰れんな、これ多分。すごいまがまがしい、なんかクレヨンで描いたような感じのあれですもんね。そうだね。それでは参りましょう。こいつのはじゃぶねはどんな感じのデザインなんですかね。確かに、ね、あ、一人、そっか、人それぞれで違うんかな、デザイン。違うんじゃないですか。はー、おい、どんな感じ？
あ、あ、やっぱ違うじゃん、ほら。これ、スワン。ほんとや。湖で焦げやつや、あれ。キコ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 焦げそうだ。ほら、やっぱちょっと女子力がある。なかなかモダンな雰囲気でございましょう。あら、ずいぶん不安げなご様子ですこと。でもこのスワンちゃんが最高のはしゃぶねだとすぐにお分かりになりますわ。なるほど。さあ、コミチン様、中へ。うん。だって、後ろになんかパタパタがありますもんね。あ、ほんとや、ほんとや、ほんとや。目を練るゲルの前に一つだけお話しさせていただいてもよろしいかしら。うん。目を練るゲルはかつてあなたと、ソシエフソエルジュが戦ったレイダムテスより生まれ入れし存在と聞き及んでおります。うん、うん。すなわち、目を練るゲルの討伐は、我ら手術師にとっても500年越しの悲願。どうかよろしくお願いいたします。あ、そっか、手術してだからこいつは、うん、ホステイルと同列ってことですよね、うん、すごい偉いやんじゃん。めっちゃ偉い。すげえ偉くなったよ。偉くなりましたね。よかったね、本当、人生変わって。本当ですね。あの家でずっとね、ふて寝しとるような感じだったのに、はい、あ、でもなんかエルジよりいい船っぽいな、これ。ほんと？はい。今、漕ぎ始めましたけど。オッケー。優雅に行ってますね。これかな、BGM もなんか楽しげですから。どうかお気をつけて。あ、そっか。あ、結構遠いな。はーい！ね。ジェーイ！あ、でもなんか光、あ、すげえ！ん？このスワンすごくないですか？お、すげえ、すげえ、すげえ。ラーミアみたいになってる。あ、すげえ！はい。え？めちゃくちゃすごいじゃん。完全に。はるかに上位互換や。上位互換でしたね。やっぱり。すげえ！全然違う！うわぁ、やっぱ技を練ってきたんですね。500年かけて。そういうことで500年間ね。500年前に僕らがボロクソ言ったんで、やっぱ。反省したんやな。はい。あ、何これ、聖者の、はい、素材っぽいですね。はい、何使う。あ、そう、なるほど。あ、ドルボードやっぱ乗れないって。なるほど。まがまがしいな。うん。でもこの前のレイダメテスの巨人にちょっと似てますね、雰囲気が。確かに、うん、うん。ついにここまでたどり着いたか、いまいましきエテーネの生き残りよ。やはり貴様たちエテーネの民はこの冥王の野望を脅かす危険な目であったな。だが我が巨城冥王の心臓に乗り込んでくるとは愚かなことよ。貴様がいくら力をつけようとも、この死が支配する世界において我は無敵。さあ早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。自分のから、よう、またあったな、エテーネの村の小道。よくここまでたどり着いてくれた。この冥王の心臓ってとこはな、冥王ネルゲルの野郎が作り出した死者の魂を閉じ込める場所なんだよ。あの野郎はそうやって集めた魂を食らって自分の魔力を回復させ、さらに力をつけてるって話だ。自分の肉体を鍛えるんじゃなく他人の力を奪うっていうのがいかにも陰険なやり口だぜ。そんなわけで今の野郎はレンダーシアを封印した時以上に強くなっているらしい。やつの目的はレンダーシアだけじゃなく全ての大陸を封印することだからな。そろそろ動き出すかもしれねえぜ。だがあんたは間に合ってくれた。ネルゲルがこれ以上何かしようとしても先に倒しちまえばいいんだからな。おっと、あまりのんきにしてられ、話してられねえ、うん、話してる時間はねえみたいだ。ここじゃこの姿を保っているのもきついんでちょっと消えさせてもらうぜ。それじゃあ後のことは任せたからな。うんうん、なるほど。なんで一旦出てきたのかようわからなかったですけどね。本当よね。お前誰やって本当。誰かは分かるでしょ。体ずっと刈り取れんで。あ、何、謎の光って何。おう、ん、
なんか魂だけがぷよぷよ浮いてるんですね。本当だよね。今まで殺された人たちかな。うん。魂だけこうやってあるんですね。ねえ。サタンミールがめっちゃいるじゃん。本当や。やだ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 。マポレーダもいますね。僕なるほど。あ、しまった。一回寝てこりゃよかったか。あ、確かに MP がね。あ、確かに。ね、おい。そうい。よし。あ、強い。ちょっと待って、硬いよ。守備を下げないとめちゃめちゃ硬いんですよ、ね、実は。そうだね。一個でも下がるともう見違えるように減る。なるほどなるほど。あ、痛い。通行。助けてー。おい。どうせものすごい痛せたな今の。よいしょ。半端ねえダメージ発した。めっちゃ効いた。よしよしよし。いやでもまだまだ回復させた方がいいな。お、ヘンゼルハーツ。うん。お、なんだあれ、かわいい。マポレーマ、マポレーマってやつですね。ね、あ、かわいいね。お、あれ？お、ギガントドラゴンやったっけ？なんか、何だっけ？強そうだぞ。そんなようなね。強そうじゃない？はい。ってことはドラゴンバスターはギガントヒルス。ああ、それが刺さるんか。よいしょ。あ、不意疲れた。やべやべやべ。じゃあ、こっちは六本木ヒルズに出入りしまうぞ。ほら関係ねえ。ほら関係ねえぞ。よいしょい。ひとすい。はい、つあい。あ、でもそんなに強くなさそうだな。そうですね。うん、普通に攻撃がバスバス通る。ほんとだ、見た目だけか。おっす。あ、でも見た目は大きいな。うん、オッケー。ありがとう。ありがとう、オリゴ糖。ジョイマン。はい。うん、光の道みたいな。あ、めっちゃ通じるね。あ、ね、第4。あ、本当は奥の方、奥まで。第3の島ですのか、ね。うん。で、さらにまた奥に行くっぽいですね。ねえ。なるほど。あ、でも全然勝てそうだな、今の感じやったら。そうですね。うん。でもなんかこのドラクエのドラクエ10のダンジョンって、うん、うん、なんか宝箱への旨味がちょっと少ない気がしますね。ああ、確かにね。うん、宝箱、こういうラストダンジョンとか、なんかメタルキングの剣とか、うん、ああ確かにね、なんか太陽の神とかさ、ね、落ちとったりする、まあ、そういうのはないね、確かに。うん、敵から落ちるしね、結構な。うん、いいのが。そうですよね。うん。ちょっと行ってみよう。確かに、そういう喜びはあまりないかも。確かに。すげえ寄り道して、宝箱をパコってあげたところでっていう感じがしますもんね。うん、ああ、そうだね。大体、なんか、聖水だったりとか。ちょ、こっち見とる。やめろって。この辺、モンスター闘技場でよう見る。気ばっかりな。あ、そうなの。はい、魔将軍も。ジェーイ。よっしゃい。あれ、やばい。もう行って。ニキアーズ。こいつ。ジャニマンが死にかけとる。よいしょい。ナイス。雲を叩き切るとどんな感じなんでしょうね。ねえ、手応えないだろうね。圧迫が。うん。おっと、危ない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 、ちょいちょい。あ、2体も。あー、やだな。そういえばこの前のレイダメテスの時、うん、このフリーズブレードがありましたわ。そういえば、え、あれ、コミチン、このこの範囲攻撃フリーズブレード、何しろ。いや、今使っても遅いだろ、もう。あ、ちょっと HP を。HP、あー、ぶねー、22。すげえ、さっきから土俵際でタイトル言え。ボス戦死ぬんちゃう、俺、何回か。あぶねー、あぶねー。じゃあ、よう渡るな。見たね、ここ狭いしね。そうですね。うん。よいしょ、よいしょ。そっち。
あ、ドラゴンスラッシュなんだって。ドラゴンスラッシュですよ。ああ、さっきのね。うん、痛い。嘘。すげえ強い。ぶん回し。兄貴ずれやばいな。今で。マラを。マラをするんだ。え、ちょっと強くないか。二体はやっぱ。めちゃくちゃ強くない。しんどい。やばいねこれ。ねえ。なかなか。よし。おしゃ。いやー、いや強いわ。強いな。すげえ。エンゼルハーツ2つも。2個も。ねえ。これは美味しい。ありがたや。え、こんなに強いの？これは、うん。これラストダンジョンでしょうね。この強さね。ねえ。もうやばいよね。急に強い。え、ああ、下に置く。おお、びっくりした。あ、またおる、雲。あれ、なんもなくない、ここ。え、そう。行き止まりだもん。空に。え、そう。うん。見えてない？え？ああ、ほんとやでも、マップ的に。ねえ。宝箱あるだけのパターンのやつだね、これ。そう。え、どっち行く？じゃあ。なんか、戻って。え、でも、どこにも。あ、ありましたよ、もう一個、道は。あ、ほんと？うん。とか、いつでも最後まで行かずにはおれん。あ、これさ。あ、開けれんやつやん。開けれんやつやん。最悪やん。これ最悪ですよ。マジ開けれんの？ええ。ワンチャン開けれるんじゃん。黒い宝箱って開けれないですよね、なんか。なんやしゃ、うん、そのイベントかサブクエかなんか僕らやってないんで。ショック。結構あるよね、この宝箱ね。うん、ちょいちょい見ますね。うん。それには結構高価なやつが入ってるんですかね、じゃあ。あー、そうか。なるほど。木とか。話からするに、うん、宝箱でやっぱ武器防具が手に入るのが一番テンション上がる。うん、ほんでさっき村で買ったのにっていうのがあれですよね、ドラクエの醍醐味ですよね。あれあるんかい、何やってん、うん、何やってんあれ。あ、ザラキだって。ちょっと待って、あぶねえ、あぶねえが、あぶねえ、ザラキは全滅あるやん。あっぶねえ。なるべく戦いたくねえな、今のやつと。魔将雲はちょっとやめたいですね。ねえ。ここからちょっと一気に寄ります。はーい。つわーい。はーい、あーっとい、うわー、びっくりしたー。デーラオル、デーラオル、デーラオル、あー、追っかけてきた。はーい。はーい。ここは仕方ない。うわー、しかも2体。やだなー。オッケー、じゃあ、この嘘を霞がく、うわっ、二人とも身のかわしが上がってんじゃん。マジで入った入った、パーンチ、オノムソ、よいしょ、いい、おいね、いいね、オッケーオッケー、よし、一気にめちゃめちゃ減る、畳みかけよう。MP15 も減ってる。うわっ、これがいてんだな、闇のブレス。闇のブレスか。お、なんか押した、何これ。お、魔性の扇やって。わあ、こんなん使えないよ。これいいんじゃない、俺。来とるよ。俺に向いた。あい。俺に向いた。魔性の扇装備来とるよって。はい。あ、フバーハね、いい。フバーハ素晴らしい。うん、あ、ブレス耐性ね。ブレス耐性、うん。一気に畳みかけろ。いけ、これ。最大さーい、行きたいね、行きたい、はい、下行こう、下、うん、すげえチケットこれ。最後っぽいけどね、この先が最後っぽいけどな、うん、なるほどなるほど、うわー、すげえ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 、あ、ほんとや、左、あ、こっちか、お、ここにも開けられない宝箱が、あ、トロールがいるやん、おう、うん、じゃあ、いいな。これ、痛恨でしょ、絶対。ね、痛恨来るでしょ。あ、ふい疲れた。いけ、ゴレムス。するけど。刃砕き。武器を舐めている。うん。スクルトするか。俺もスクルト。うん、一発入れよう。刃砕き。うぇーい。お、うわー、今なんか、なんか聞こえた。はーい、お時間やば。あら、じゃあトロールだけ倒して。そうっすね。ガッツ。よいしょ。攻撃は
刺さるな結構。うん、よし、あ、HP の量がやっぱ多いな。うん、よし、よっしゃーい、こっちも会心が出た。ふさふさの毛皮いるんけ、これいるでしょう。うん、よし、じゃあ、はいはい、次回ですね、あっちに渡るっていう感じですね、うん、4の島。そうだね、うん、はい、っていう感じで順調にね進んでおりますけども、はい、ちょっと敵がだんだん強くなりつつありますのでね、うん、このボス戦だいぶ心配ですけど、不安だねこれ本当、はい、ね、うん、勝てるといいな。はい、そんな感じでちょっと頑張っていきましょう、うん、はい、それではご視聴ありがとうございました。あざさー。